芸員の杉山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とても綺麗な着物ですね。はい、そうですね。あの着物に見えるんですけれども、実は、能というですね、日本を代表する伝統芸能の衣装なんですね。それからこちらの方はそれに使われる仮面、能面なんですね。今見ていただいているものは全部江戸時代のものなんですけれども、お能は今でも盛んで、あの福岡でもたくさんの、上演されて見る機会が多いんですけれども、もっと盛んだったのは江戸時代なんですね。で、江戸時代っていうのはそれはあのすごく好きな人だけが見るっていうものではなくて、その武家社会の中でおもてなしの時とかお祝い事の時とか必ず上演されるものだったので、どこの大名家でも衣装、装束とか能面はすごくたくさんの数を持っていました。大名と黒田家でも、相応の五十二万石にふさわしい能装束や能面を、所蔵していたはずなんですけれども、明治以降にそれは分散してからない。だけど能面と能装束ってやはり日本の江戸時代の文化を代表するといっても、そういう側面もあるので、どうかですね、能面と能装束を継承して皆様に、定期的に見ていただくことを作っています。特にこういう織物はですね、福岡の片織っていう伝統織物の産地でもあるのでですね、織が作るですね、日本の染色の美しさっていうものをですね、すごい感じてもらいたいというふうにして思っていつも展示しています。能面にもそれぞれ意味があるんですか？そうですね、能面はですね、皆さんがこう想像する能面っていうと思い浮かべるのが、コウモテっていう若い女性をたどって、あるいは角の生えた般若の能面をですね、よく思い浮かべると思うんですけども、実際にはものすごくたくさんの種類があって、男性もあるし、あるいはおじいさんとかですね、あるいは、人ではない竜神とか雷様とか、そういうものも全部能面になってるんですね。はい、こちらの能面はですね、ナスカリという、この割と若い女性の能面ですね。で、少しお額のところにエクモが、少しこう顔をしかめたり、ちょっと緊張感がある表情で、非常にですね、気高い女神とか、あるいは巴御前といって、非常に強かったこんな武者が主人公のものが使われているこちらが男性の能面ですか？そうですね、男性の中でも年老いたおじいさんの面っていうのも、非常にたくさん能面には作られています。ちょっとずつこうシワの形とかですね、ひげの作り方が違うおじいさんがすごくたくさんの種類があるんですね。で、それはやっぱりその年を取ったおじいさんというのが、いろいろな形で重要な役割を果たすんですね。神様の化身とか、亡霊の化身として一番最初に見る人の前に現れてくるっていう役割をすることが多い。昔の日本人もですね、年を取った人を非常にこう神様に近い存在だと考えていたことの表れなのかなというふうにおじいさんの目を見ていると思います。能面からこう日本人のこう心みたいなのも一緒に感じることができるんですね。そうですね、本当にその能がこう大成したっていうのはこう室町時代と言われてますけども、その頃のこう精神世界の深さっていうようなものを、たくさんの能面を見ていてもこう少し触れることができるかなっていうふうに思います。